ちは、こんばんは、梅です。ですね、今日はシーズンマッチやっていきたいんですが、今日の補正がですね、竜の HP とアタックが両方上がってる、竜補正になっております。今回使うデッキは、まあ、ルシファーとかタオス、シエンティア、ルクスリア、フェリアって形で、まあ、うまくちょっとデバフをかけながら、やっていければ、まあ、なんとか勝てるのかなと思ったので、ちょっとチャレンジしていきたいと思います。今回のデッキは、暗黒とちょっと当たると腐ってしまうかなとは思うんですけど、まあ、速攻竜だったりとか、あとは竜を狩る神タンなんかと当たれれば、まあ、デバフなんで大丈夫だと思うんですが、さあ、速攻竜ですね。素晴らしい。先行も取れましたし、シエンティア、初手来てますので、だいぶ大きいです。まあ、とりあえず、ワンチャンで呪いをかけていきます。まあ、この呪いがですね、まあ、デネブ、かかってくれれば最高なんですけど、さあ、そううまくはいかずって感じですね。さあ、相手は呪いをどうする？あ、呪い切ってきましたね。クロリスなんで、クロリスは確か 1.6 倍になりますので、なるほどって感じなんですが、ちょっとサマーブランジェッタを捨ててきます。とりあえず D5 に打って、ブラジェを捨てます。で、まあ、できれば一番右にいる、まあ、倒すの、この社長をどっかでうまく使いながらって感じですかね。まあ、ちょっとうまく頑張りたいと思います。さあ、相手エルツドラッフェで、クロリス 1.6。さあ、4000。だが、シエンティアのデバフ、だいぶ大きいですね。さあ、ここでロックも来たが、まあ、とりあえずフェリア打っていきます。さあ、ここから、毎ターン1200の毒が入りますので、だいぶこれは大きいと思いますが、さあ、相手が次どこ置いてくるかって感じなんですが、さあ、どうでしょう。おっと、なるほど。これ、ニンブスですね。ニンブスなんで、まあ、次ロックかなって感じですかね。あー、でもちょっと面白いの来ちゃったんで、ちょっと罠置いていきます。で、まあ、この罠が、ちょっと相手が貫通引いてなければいいんですけど、ここで発動すれば、2000かな回復しますんで、ここで回復発動できれば、だいぶ勝ちに近づくんですが、おっと、なるほど。バハムとか、ちょっとこれは効いてないって感じですね。さあ、やばいぞ。あ、でもちょっと意外と残りましたね。とりあえず、社長をエルツドラッフェ下に置いていきましょう。ここで回復を入れていきます。さあ、1200。さあ、ちょっと厳しいところなんですが、まあ意外とちょっと残ったんで良かったと思います。さあどうだ、おっと相手、そっち待って、飛ばせんのか、エルケスやめてくれ、頼む、耐えろ、オッケー、耐えていく、素晴らしい、17、あぶねー、これ勝ちっすね。もう相手、ちょっともう駒次から置けませんので、あぶねー、プラス振っといてよかったって感じですね。いやー、多分もうあそこでちょっとエルケスがまさかぶっ飛んでくると思わなかったんで、いや、多分相手も多分飛ばせると思って多分打ったんですが、まあ、シエンティアのちょっと計算が難しくなっちゃったのかなって感じですね。いやー、とりあえず、カートウッドを置いていきます。さあ、いやー、危なかった。17残りましたね。もうこれぞ、逆転オセロニアって感じですね。もう17からの起死回生。さあ、3周年あるカード。とりあえず、カートウッドと、コンボして、行きましょう。さあ、いいですね。吸収して、って感じなんですが、さあ、素晴らしい。毒も入って、あ、危なかった。いや、よかった。ちょっと今回は面白かった。チャップルプルとか言って、いやー、ちょっと、まあ、いい戦いだったと思います。さあ、とりあえず、ルキアで、社長とコンボして、フィニッシュしたいと思います。さあ、ありがとうございました。いやー、いい戦いできた。ちょっと面白かったですね。こんだけギリギリで耐えたのは久々って感じです。さあ、よかったです。とりあえず勝つことできました。よかったと思います。いやー、まぁ、あ、ちょっとギリギリの戦いだったので、ちょっと疲れてはしまったんですが、まぁ、あ、無事勝てましたんで、よかったと思います。まあ、こういった形で少しずつですが、頑張ってやっていきたいと思いますので、今後とも皆様よろしくお願いいたします。それとですね、今日で登録者さんが30人になりましたので、本当に、チャンネル登録してくれてる方ありがとうございます。